マイケル・ペトコビッチは、オーストラリア・フリーマントル出身の、元オーストラリア代表の元サッカー選手。ポジションは GK。兄のジェイソン・ペトコビッチも、かつて、オーストラリア代表で GK としてプレーした。サウスメルボルン FC でキャリアを始め、1995年から1999年までの間に100試合以上出場した。1999年に、 フランスの RC ストラスブールへ移籍するも、労働許可証の問題から1試合も出場できず、2000年に、サウスメルボンへ復帰した。2年在籍の間に、ノルウェーのリールストロム SK へ、ローン移籍し2度目の国外挑戦となったものの、ここでも出場は叶わなかった。2002年、トルコのトラブゾンスポルへ移籍すると2005年までの間で87試合に出場した。 スイバススポルでは129試合に出場する中で円形アンカラギュジュ戦でキャリア初ゴールを記録したトルコリーグでは8シーズンで200試合以上に出場と見事に成功した2010年 A リーグのメルボルンビクトリー FC へ移籍加入1年目は政治系として30試合に出場翌年はパースグローリー FC から 単独ベラフィが加入することで厳しい戦いが待ち受けると、思われたが、チームの AFC チャンピオンズリーグ2010敗退に、伴い引退を表明した。2001年から2008年までの間に6キャップを、記録。2001年4月11日、オーストラリア代表史上最大最大差勝利試合となった 2002FIFA ワールドカップ、オセアニア予選アメリカ領サモア戦で、 ゴールマウスを守った。ペトコビッチフライズ、ハイインターキーハット、アングーロアクスト、ペトコリタイアーズ。ありがとうございます。